はい、皆さんおはようございます。今日はですね、Google の音声文字変換というこの、アプリが実際に授業で使えるのかどうかという、まあ、いかにも授業で先生が言いそうな言葉を中心に、僕が言ってみて、それがちゃんと文字に変換されるかを検証してみたいと思います。あ、もうすでに始まってました。はい。今左側にですね、これから僕が読み上げる文字が書いてあります。では始めますね、はい、では始めましょう。出席を取ります。アブダラさんはいますか？これを見てください。これが今日の目標です。昨日これを勉強しました。覚えていますか？これは何ですか？この漢字は何と読みますか？ここに注目してください。これとこれは何が違いますか？では練習しましょう。ペアワークでロールプレイをしましょう。ロールカードを配ります。とてもいいですね。いいですね。そうではありません。違います。それは正しくありません。それはこういう意味ですか？質問はありますか？それはとても難しい質問ですね。あとスラックに書きます。それでは復習クイズをしましょう。それでは復習クイズをしましょう。この QR コードをスキャンしてください。Google フォームに入力して送信してください。送信したら教室の外に出てもいいです。これで授業は終わりです。また明日。うん。